3分レジア様のトモガッティです。お、どうも、複数ドーパミンのアルカディアです。ふさくです。絶妙にイランダー選手権ということで、今回の僕の企画なんですけれども、はい、今の世の中って便利じゃないですか。でお店に売ってるものもみんなこう便利を突き詰めたものがこう溢れかえってるじゃないですか、街に。すごいな瞑想してるそうですよ。溢れかえってるんですよね、便利が。はい、で100円ショップでも便利なものが多いじゃないですか、はい、そんな世の中でこれいらんくねっていうものを探したいと、そういう感性も今後必要になってくると思うんですよ。100円ショップでですね、おのおのに絶妙にいらんなっていう商品を買ってきてもらったので、発表してこれがどんなものなので、もうなんでいらないのかっていうのをちょっとプレゼンをして、絶妙にいらない王をね、決めていきたいと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。よっしゃい。僕が買ってきた商品はですね、はい、これです。はい、こういうものなんですけど、こうガーデニングとかで造花とかあるじゃん、それとかにこう置く玉ねぎの作り物、これ置いている必要ある？飾りで彩りもないやん。これリンゴとかパプリカとかと一緒に置いてあったのよ、うん、で今彩りはあるじゃないですか、はいはいはい、リンゴとか赤だと、この微妙なオレンジはいらないだろうと思って、ちょっとこれを選出しました。なるほどね、これいらんなと思って。いらんなピルポイントをもし述べるんであれば、うん、だからそのインテリア的な、まあそうそうそう、これはちょっと飾りにしてもこうなんというかこじんまりしすぎてるというか、なんで僕はこれがいらんなと思いました。僕はこちらの板パッド。いや、いらねえなぁなんかその絶妙にいらんなって聞いたから、うん、そのちょっとは使えるものを持ってたの。あー、うんうん、そのなんか完全に使えるかないけど、うん、みたいな。そう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 、一応ね、需要はある。うんうんうん、うん、いいですか、あのポーチなんですよ。ポーチ、ポーチ、ちっちゃいポーチなんですけど、うん、あの巻き寿司ポーチ。確かに。どうこれ。いやね、最初なんかこう置いてあったんですよ、うん、これで何だってなるじゃん、うん、でポッてめくったら、えっこれ見て。いや確かにダッサいね。外心とか受けるの。あー確かに、っていうのはちょっと思った。それはあるかも。だからここが絶妙にいらんなポイントで、うん、外人の人にはちょっとおジャパニーズスシューみたいな感じで受けるかもしれないけど、うん、これでも基本的にやっぱ日本人じゃないですか、買い物するのは、ね、うん、ただこれがよ、こう見てて買うかなって。確かにな、お土産みたいな、うん、そう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 、日本人か外国人にプレゼントで買う場合はありそうですね。そうだね、だからそういうのとかだったらあるんだけど、はい、自分の目的で買うかっていうのちょっとあって、ね、でも実際これ買って店員さんにすげえ顔されたんですよ。ちなみに具は何ですかそれ。かんぴょうでしょ、で卵でしょ、でこれにこれ油揚げよくわかんないから、キュウリ、この桜ゼリーです。はい、こちらです。いらないな、確かに。絶対買わねえもんな、俺。僕はもう多分、こういう企画がなければ一生買うことがなかった。そういうことですよね、はい、そういうこと。これ、豚いらんなこれちょっと、この豚なんですか。この豚。これいいですか、ちょっと。この豚なんですけど。いや、回すね。これどうしらんいいのかなって言ってます。ちょっと、これ。まず何使うんですか。確かに。どうしますか、まずじゃ あちょっと逆に問いますけど。あ、でもね、俺子供の頃だったら欲しかったかも。これでも重いんですよ、5人とかあるし。あーでも、いやだから子供の時だったら多分なんかそのフィギュアすげえ集めてたんですよ、そこに多分まとめて入れてたかもしれないって感じかな。あ、確かに意外と重い。なんか毛並みとかしっかりしてる。俺こういう感じのフィギュアみたいな集めてたんですよ、結構。100円ショップに来てこの豚が欲しかったんだ、そういう人はいないんじゃないですかね。これ縮尺もわからないし、何分の何かもわからないし、何に使えばなんか本当よくわかんない。豚ありがとうございます。せーの、え、玉ねぎ。玉ねぎですね。あ、マジで、うん、あーそうっす。いらんもん買ってきじゃないですか、はい、いらないっすよね。あの3人で最下位決めて押し付けません、いらないものを。じゃあ俺もらおう。
あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、俺もらおうかな。あれ、じゃあ、俺もらおうかな。俺、この家に飾っとくよ。